狩人。晩秋の澄んだ空気の中で、山の木々が赤く山化粧していくさなか、私は10年来の付き合いである猟銃会の友人と鹿狩りに来ていた。互いに無線で連絡を取り合い、獲物を追い詰めていく。足跡だ。いたぞ。川上から迂回するから挟み撃ちにしよう。無線から聞こえる友人の声。首から引っ下げた双眼鏡を手に覗き込む。前方の川上に猟銃を構えた友人の姿。そこから少し下った川下に大人の目力の姿が確認できる。早足は厳禁だ。三歩進んだら歩みを止め、獲物を確認しつつまた歩を進める。適正な射程距離まで詰め寄り、物音を立てないよう細心の注意を払いながら猟銃を構える。感覚を研ぎ澄まし、神経を集中させる。照準を合わせ、引き金にそっと指を添えた。深呼吸をし、息を止める。それと同時に一気に引き金を引いた。重い金属音の衝撃が耳元で響き渡り、指先から全身に反動が伝わる。残響する破裂音、木々の間から無数の鳥たちが慌てふためくようにして飛び立っていく。狙いを定めた照準の先で、獲物がぐらりと揺れ動き、地面へと突伏した。銃を下ろし、獲物へと駆け寄った。荒ぶる呼吸を整えながら倒れた獲物を見下ろす。外傷と容体を確認し、私はポケットからスマホを取り出した。ダイヤルをタップし、コール音が数回鳴った後に、私は大きく吸った息を吐き出すようにして口を開いた。大変だ。鹿狩りをしていたら、友人が目の前に現れて、流れ弾に当たっちまった。場所は、被害者の容体は？危機迫るような緊急隊員の声が通話口から聞こえる。俺はあらかじめ決めておいたセリフをさも取り乱したような口調で伝えると、足元に転がる友人の死体を見下ろし、にやりと笑った。お前が悪いんだ。散々陰で俺の悪口を言っていたお前が、ずっと邪魔だった。ガサガサと音がし、不意に顔を上げると、先ほどの鹿が木々の間からじっとこちらを見ていた。俺は鹿に手を振りながら、こらえていた笑いを、腹の底からぶちまけた。